はい、こんばんにちは。ゲーム実況をしております、本村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、では今日はですね、昨日までのイベントかな、ランキングイベントあったと思うんですけれども、私がどこまで行ったかという結果ですね。こちらの方で、132,199 ポイントで2,144位ということですね。2000位以内には正直言うと、入ろうと思えば入れたには入れたんですけれども、石を砕かないと入れなかったっていうところで、当初の通りっていうんですかね、無特攻でやって、でせっかくならスタミナですかね、自動回復分だけでどこまでいけるのかっていうふうに思って、当然事前に計算はしてたんですけれども、予想通りの点数だったんですよね。で自分の計算だと127,000-128,000点前後ぐらいかなっていう予想だったんで、ちょっと上村になったかなと思うんですけれども、そんなこんなでやってきて、昨日の23時の段階で、2070位ぐらいで、ちょうどスタミナを使い切っちゃったんで、自動回復待ってても、15までは上がらなかったんで、たまらなかったんで、そこで自分の方は終了したんですけれども、大体その時点で5000ポイントぐらい2000位との差があったんで、平均900ぐらいで計算してたんで、6回ぐらいの差はあったかなっていうところで、2000位に入れればドリチケ5枚とかもらえるんで、石を6回7回割っても全然お得な、報酬だったんで、やろうかなと思ったんですけど、今回は石を割らずにやるって自分で決めてたんで、ここは諦めることも必要だなって思いまして、今年からね、方針を変えたんで、少しでもやっぱり石を貯めるためにも、ここはちょっとぐっと我慢しました。数個、数十個、数百個程度のことしか変わらないんですけれども、一旦我慢することっていうのも大切だなと思って、ランキングイベントはいつもそれなりにやってきた感じなので、自分の中でやっぱり、走り癖がついてしまってるっていうのもあったんで、正直かなり割って走る気持ちになってたんですけど、今回はとりあえずやっぱり、割らずにどこまでいけるのかっていうところを知りたいっていうのもあったんで、割らずに走ったってところですね。でそれと最後になんですけれども、ガチャの方は引かないんですけれども、次のミラハイの特攻の5人がこの5人と、コロナ、アンドレ、エリクシール、センリ、ルイという感じで、個人的には右2人、センリちゃんとルイちゃんが正直欲しかったっていうところはあります。今でもかなり心は揺らいでいるんですけど、さっき言った通り、次はミラハイなんで、特攻なくてもそれなりにいけることは分かってはいるんで、ここはぐっと我慢して、やっぱり石を貯めるべく、やっていこうかなと思います。なので、僕の分まで皆さんの方で出していただければというところですね。はい。では今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。